三里天文台は和歌山県海藻群君野町にある天文台である。条例上の正式名称は君野町製の動物園である。標高430メートル地点に1995年7月7日にオープンした。口径105センチメートルのカセグレン式望遠鏡はオープンした当時は公開望遠鏡としては日本一の光景を誇っていた。世界で 初めて望遠鏡の映像をインターネットを利用して世界中に配信できるシステムを備えた公開天文台でもある。インターネットが普及していなかった当時としては珍しかった。天文台として星空ツアーや施設見学ツアーを提供するほか周辺の森林を利用した森林浴やバードウォッチングも行える。星野動物園は総合案内所、ガツの館、天文台、 星の塔、芝生公園、空の庭やバンガローなどで構成される。2021年7月7日のリニューアルオープンでは、屋内型プラネタリウム旨、中の学者を設けて、以前より、投影面積や解像度をグレードアップしたほか、星の塔ベランダでプロジェクションマッピングによる夜空への投影も可能にした。望遠鏡がある天体観測ドーム内側には、全天襲プロジェクターを、 屋外には差し渡し45メートルの展望デッキを整備したほか、星の動物園マンダローを改修した。近畿大学附属和歌山高等学校、中学校のスーパー共同利用施設、友の会というファンクラブがあり、機関し、MPC 発行やグッズの開発、販売も実施している。星空が見えるカフェイベントや、結婚式も開催している。1987年。 環境庁が行った星空の街コンテストで当時の三里町は日本有数の星の綺麗な町に選定された。これを契機として三里町では星を観光資源とすべく天文台の建設に乗り出し1995年7月7日に開設された。天文台の設立には上田厚氏が関与した。研究者も数人所属し研究機関としての機能も有した。 三里町は何もない町であったが、天文台の解説により多くの人が訪れるようになり、周辺の町でも天文台を作ろうとする動きが見られた。初代天文台長に就任した奥戸正美は望遠鏡の後継日本一というハードではいずれたの、施設に抜かれてしまうと考え、ソフト面での強化を図るべく、当時としては珍しかったインターネットを使った。 情報発信を積極的に行い、天文台のみならず、三里町全体の情報化の推進に貢献した。ありがとうございます。